昨年試合にチームで試合に絡めなかったんですけど、まあ、今年ルヴァンカップを出させてもらって、まあ、プロのピッチでの環境であったり雰囲気であったりっていうのを、まあ、そういう中でプレーできてるっていうのはいいことだと思いますし、まあ、そこでしっかり自信がついたと思うので状態はいいかなと思ってます。自分の特徴がスピードなので、まあ、そのスピードをどこまで活かせるかっていうのを、見てもらいたいなと思ってます。まあ、このチームは組織力が大切になってくると思うので、まあ、選手間でしっかりコミュニケーションをとって、まあ、オンザピッチでもそうですしオフザピッチでもしっかりコミュニケーションをとって、そのプレーの共有っていうのを深めていきたいなと思います。